シャドーバース。はい、皆さんこんにちは。今日もね、シャドーバースやっていきたいなと思うんですけども、今日紹介するのは、パワーをね、最大限に、割り振った、ランプドラゴンのね、最終形態を使っていこうと思うんですけども、まあ、基本的には、このガンダゴーザっていうカードで、まあ、詰めていったり、それからバハムートっていうカードで、まあ、PP ブーストがめちゃくちゃ入ってるので、PP ブーストいっぱいして、12点ダメージを与えていく。で、そういうまあ、特大疾走のカードとか、こう、特大の9コス、10コスを生むためには、この近畿っていうカードがめちゃくちゃ重要なんよね。融合した回数に応じて能力を発動するんやけど、2回目に融合したら、PP 最大値をプラス1して、3回目に融合したらカードを2枚引くことができると。で、融合しながらその PP を上げることができるということで、フォロワーとかスペルカードを打たずして、ゼロコストで PP ブーストをすることができると。なので、他のドラゴンの構築に比べて、近畿のドラゴンというものは、非常にこう PP ね、10PP まで耐え回りやすい構築であると。で、やっぱそのランプドラゴンの強いところは、やっぱその長期戦を見据えた点で、ゼルガネイアが3枚入っていたり、それからギルバっていうこの主軸。ギルバが入ってることによってね、こう、ギルバが入ってることによって、そのやっぱ5点のダメージをね、与えつつ、やっぱその AOE を持ってるっていう点で、非常にこう今のランプドラゴンにとって、まあ非常にこう欠かせないね、キーパーソンみたいな、まあカードであると。で、進化の接近が入ってるんやけど、まあ、ディズレスターの構築でよく見るんかな。まあ、ニュートラルカードすべてフォロワーにして、ドラゴンカードはディズレスターにして、まあ、この進化の接近の能力で疾走を持たせるっていうのあるんやけども、まあ、進化の接近は相手のフォロワーを破壊しつつ、まあ、高コストのカードを呼び出して、それをね、近畿で、吸収とかもできるんで、まあ、いろんなね、こう、戦法を見ていくことができると。だから、とにかく、マリガンに関しては、この、リュウクラウ近畿をね、とりあえず加えてしまって、で、融合3回してしまえばね、カード2枚引けるから、その、融合したものの、その、ハンド切れというものを補うことができる。だから、その、ドローソースと、まあ、PP ブーストっていう、こう、全部の役割をね、果たすことができるから、めちゃくちゃ強いよね。で、リュウクラウ近畿を絶対引きたいっていうのあるから、このドラゴニックコールっていうのはコスト最大のドラゴンフォロワーをね、加えることできるんで、2ターン目にドラゴニックコール打ったりすると近畿も加えられるんで、非常にこう近畿をね、しっかりと毎ターン、毎試合、使うことができる構築になってるんで、まあ、今回はね、結構体育会系のデッキというかね、もう本当にもうガッツリバコーンみたいなね、野球ボールみたいなデッキですよ。ガッツリバコーンみたいな行きたい人は、ズキュンボコンバスンバスンやっていけばいいかなと思います。で、まあ、最後に言えることは、このね、ここドッポの大剣豪ガンダゴーザをね、なんでこう、ナーフしなかったかという、まあ、意見というかね、その思いをちょっと馳せながらプレイングしていきたいなと思うんですけど、このカードをね、修正されなかった理由はちょっとよくわからないなっていうのあるんですけど、まあ、今日もね、楽しくシャドーバースやっていきたいなと思います。勝ちました。さあ、今回は、ランプドラゴンを使っていきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっとこれマリガン残していこうか。さあ、ガンダゴーザ引いていく。まあ、とりあえずターン終了しようか。さあ、100機焼こう。まあ、やっぱね、ドラゴンは、やっぱ PP ブーストがすごい重要やからね。さあ、モーターグレーブ D が。さあ、もうどんどんね、PP 上げていこうか。さあ、オーボのムクロ。これ、次のターンにギルバで一掃とかできるから、まず進化の接近いこうか。そしてパンプキンドラゴンのシルを使うことによって2枚のドローを実現可能。さあ、もう横展開が一番小賢しいぞ。で、まあ本当やと、まあ呼びさ、リュウクラウ近畿、あれをね合成するっていうのが結構鉄板なんやけども、ギルバ行きます。我が方向真理を蹴散らす。で、やっぱギルバの強いところは、まあ、守護を持っている点、それからま、全体除去ができる点、そして相手のライフに5点を削り取るというこのね、インチキ能力。で、これネクロマンサーで、こう7ナノを処理するっていうのは、結構ね、きついと思うよね。さあ、100機焼こう。おっと、お前、それ処理できないんじゃないか。1コスト、お前、小賢しいね。まあ、まずね、やっぱ、そのギルバの強いところは、この7、お前、甘えてきたな。来たー、未来への飛翔いいね。で、あるならば、ここはね、フォロワーカードを出さずに行きたいので、ドラゴンのレイジを使いながら、さらに未来への飛翔は、明日への架け橋となる。ギルバでばっこり7点与えながら、さらに5点の追撃ダメージ。
さん、フェイラー、もうね、ネクロマンサーはね、本当にもうギルマの前は無力で、全体除去するカードがものすごく多いし、でこれ次のターンのエグい能力がガンダゴーザ進化による10点ダメージ、これがね10点覚醒なんですよ。いやこれね本当にエグくて、おじいさんで攻撃すると10点な勝ちました。さあ2戦目はこの竜クラウ近畿ね、引いてるんでかいね、勝ちました。でこの竜クラウ近畿の何がいいとこかっていうと、やっぱりこのドローできるっていう点と、それから PP をねブーストできる点、この2つの点が強いよね。だから10個以上のカード、じゃあ元のコスト7以上のカードを、まあ、どんどんね合成していきたいね。お、いいね、いい素材来たよ。さあローエンの方向を使いながら近畿で、まず1枚目これ合成するときは何も効果発動しないんやけども、2回目に合成すると、PP をね位置上げることができるんで、このなんか合成しながら PP 上げれるっていいよね。お、じゃあここは深海の接近効果、ドゥ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 バチコリとそしてドラゴニックコールで竜クラウ近畿を確定サーチして、その竜クラウ近畿を1枚合成することによって PP が1上がると、もうボンボン PP を上げて、マウント取っていくよ。だからドラゴンっていうのは PP 上げることにねすごいこう強いデッキなんで、もうボン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 上げていこうか。そしてヘルスネ2のカードなんてね人権ないから。さあ自由なる冒険者を進化、なかなかやるじゃないか。お、竜クラウ近畿ね。じゃあまずは竜クラウ近畿を合成することによって2枚のカードをドロー、いいね。ここはねもう PP を完全に合成してしまっていこうか。まあ、卓戦使えるっていう点と、それからギルバをね召喚できる、この2つの視点を取っていく。いいね、ゼルガネイヤいいね、道義を蹴散らす、いいね。さあここはこいつらで相手をしてもらって、やっぱねこのゼルガニアが入ってるってもいいね。ゼルガニア本当にね、本当にどの構築でもやっぱ強いと思うんやけど、さあマイザーかな。さあこのマイザーが来てね、このマイザーをどう処理していくのか。さあアクセルヒーローマイザーでドローしていく、まっこたかしいな。さあマイザーの強いところはこのね、自分の手札の全てのカードをゼロコストにすることができるんよね。こさかしい。そしてラビットハイヤーを3枚使うんかな。あーだからここからもねこっち目のすごく強い動きができて、ゼルガネイヤプラスゲロギゲオルギウスとかいけるからね。地獄のその先へ我が手のひらよ、創生は来ており。さらにゲオルギウスを召喚することによって相手のフォロワー一旦に4ダメージを与え、さらに顔面にも4点ダメージを与えていく。まあ一つ理由イタニとしてね、ギルバがね5点のダメージを与えることができる、ここもしっかり頭の中で考えていきたいね。さあラビットファイアで2点ダメージで、ガンダゴーザもデッキに入ってるので、まあ、さっきの1戦目みたいな感じでガンダゴーザでバチコリと10点与えてできるからね。さあナイフトリック、まあ結構その6クオンもねできる。おでも6クオン来ないか。でこういう時に何が強いかというと、バハムートを出すことによって12点ダメージバッコリで、相手のねヘルスが4点なんで、もうゲオルギウスのリーサル、お前小さかしいな。さあフォリアね、フォリア強いよね。だがバハムートを処理することができるかな。これこいつが白卓が破壊されることによって何が起こるのか。おそんな甘っちょろいことするなよお前、そんなんこれで終わりに決まってるでしょね。おーバチコリと、そしてバームード進化をすることによって14点ダメージ勝ちました。さあ非常にまあこう力強いね、デッキやと思うんですけど、さあ相手引き直しませんでしたってことは、まあ、手札が結構いいってことやんね。ねえ、もう今の環境は、このウィッチっていうクラスがね、多分一番多いと思うんやけども、さあ、これマジックミサイル撃つということは、プロリーグで活躍した、クオンウィッチの可能性はあるよね。で、やっぱその、このデッキを使う人は、多分その、まあ、一撃のダメージがでかい、その、なんやろ、その、ぶっ放すぜ、合法的にね。
一発のダメージがでかい、そのロマン性というのかな、そういうところに魅力を感じてる人が結構使うと思うんですけども、じゃあまずここドラゴニックレイジの効果によって立ち向かうのみだ PP をブーストで、このパンプキンドラゴンもね回復しながらドローできるからね、まあ除去に関してもすごい強いし、まあ第2試合目もそうやけどバハムートで12点ダメージとかね、そういう爽快感もあるんで、それは PP ブーストができるデッキやからこそできるってのもあるしね。お前小賢しいな。お、核戦。まあここはバハムート行こうか。バハムートはね、まあ、こういうアクセラレートで使って処理するってのも強いからね。お、ヴィンセントいいね。まあウィッチはね今環境で結構そのティア1候補やから、そういうティア1のデッキを潰してこそ、まあ、私のこのデッキのね強さというものを感じていただけると思うんで、私の銃だ。さあ従順な春明、ただ本来の、ね77は強いんやけども、やっぱこういうドラゴンからすると77ですらこういう感じで処理されちゃうわけね。 PP をブーストされながら処理される気分はどうだい、お前お前俺に同じ手が二度通用すると勘違いしてるのか。これヴィンセントをこうやって出してきたってことは何かその進化をさせるという意味になんか焦点当てるということは、フィンフをねドラえもん入れてる可能性は高いよね、フィンフ。うん、だが圧倒的なの PP ブーストの差を見るんだ。お、いいね、ゼルガネイヤいいね。じゃあここは一発の一撃いこうか。どこまでも音もしますぜ。やっぱね、このガンダゴーザの強いところは相手のライフに10点のダメージを与える。今はこれでこれね、もう一気に不利になったよ相手。これが僕の正論。さあアリステラでダメージ。お前小賢しいな。いいわ、お、なるほど、ブラボーブラボー、私の負けお前勝ちました。さあ結構手札はいい感じやね。これ金器も素材になるんでちょっと残しとこうか。あのこの金器がある強みっていうのはやっぱそのドローができるんよね。この金器3回目融合の時にドローできるから、その序盤に手札が減った分のリスクというものを回収できるんよね。さあ1ターン目なしな。ウィッチ多いなほんまに。お、いいね、たくさんいいね、ウィッチばっかりやんけ。さあ自由なる冒険者、まあギルワがあるからねこっちには。お、たくさんいいね。さあここはドラゴニックレイジでしっかり PP ブーストしていこうか。さあ またお前、お前さっきと似てるな構築。お前勘弁か、懲りないやつだな。お、たくさんいいね。ただこれダメージを食らいすぎてもやばいので、これギルバを召喚していこうか。ギルバのいいところは進化圏にリーダー付与させるんじゃなくてファンファレでね発動するので、こういうとこ強いよね。まあできればマジカルシューターに当たってほしかった、マジカルラブリーに当たってほしかったけど。さあ従順な春明、そしてうんこを召喚してマイザー召喚。まあこのマイザーがね本当にもう小賢しいよね、もう今毎回見るからね。さあ従順な春明、でもこれドローソがないんやけども、しっかりタクセンを使うことによってドローソースプラス PP ブーストできるんでね。竜は不滅だ。お、いいね、ドラゴニュートいいね。このカードは4コストで3ダメージだ、いいカード引いたやんけ。お、深海の接近。まあ、ここはしっかり処理していこうか。いや、こういう動きできるのいいね。しかも5点入ります。はい。やっぱギルバに関しては、なんかこれさっきのなんか、さっきも見たぞ、この、ヴィンセントでなんかゴリ押ししようみたいな。ね、77のスタッツを出せば勝ちみたいな。あのさ、ドラゴンにとって、それ単体出しはマジでね、ありがた迷惑なんですよ、本当に。じゃあ、ジルガニアいきます。ただのね、生贄ソースにしかならないわけですから、ソーセージレジェンドは来たり、いいね。まあ、ここはパンプキンドラゴン行こうか。いいね。そして私にはね、進化の接近とかいろいろあるからね。まあ、リュウキラウ、キンキもね、相手のカードを消滅することができると。さあ、ここからがドラゴンの醍醐味。もうバハムートであったりね。だから 10PP になってしまえば、まあ、ゲオルギウスもそうなんやけども、圧倒的なマーク。お前、小賢しいな。これもね、まあ、強い動きの一つなんよ、ウィッチの。でも、それもすべて、竜喰らう近畿の前では無力だということを教えてあげるよ。とろける魔法の力。笑かしてくれるよ。お、ガンダゴーザいいね。まあ、ここは回復も取れるんで、ガンダゴーザちょっとあんま融合したくないんやけど、近畿行かしてもらおうか。近畿の強いところは、消滅なんよね。
コリと。そしてこのカードを進化させるぜ。やっぱ近畿のいいところはね、消滅なんよね。まあ、ちょっと1枚は回復されてしまったけども、さあここからがね、本当にもうパワー同士の対決、どういう風に攻めていくかやんね。相手の手札は6枚で、まあ、まず次のターンに見たのはこの進化の接近で、なんか疾走カードかな、加わればいいかなって感じやね。闇月の甘い。さあまたお前か。食べる。おさかしいな。だが進化することによってハッピーエロピックが回復持つと。だから1枚しかおらんやんけお前。まあ何かを狙ってるって感じだよね。まあフィーフとか来たらちょめんどくさいからね。お、いいね、ゲオルギウスいいね。じゃあまずは進化の接近いこうか。ドゥ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 イーン。まあここはドラゴニックコールいこうか。そしてガンダゴーザ2枚目を手札に加えていく。ロシアの竜、我が槍を見よ。で、これ何が恐ろしいかっていうと、もう勝ってるんですよね。もう、ガンダゴーザ2連覇を防ぎ切ることができるかいね。このドラゴニックコールは、竜クラウキンキが3枚入ってて、ガンダゴーザ入ってるんやけど、竜クラウキンキを全部引いてしまった後は、ガンダゴーザ確定サーチになるんで、このガンダゴーザの猛攻をね、受けるという2文字に、まあ、相手は押しなまされるわけですよ。さあ決意、お前小賢しいな。でもねこれ持久戦になればなるほど、まあ多分持って2ターンやと思うよね。覚悟はいいかしら。お、キャル。なるほど、なかなかやるじゃないか。だが上限値が減ったぐらいで俺の猛攻を防ぎ切ることはできるかな。全てを終わりにしてやる。さあキャルが2枚目あるかどうかやね。でもなかなかそういうのってなかなかないと思うやな。しかもユニオンバーストを発動させるためには序盤からキャルが2枚あったっていう展開でしょ。そんなことはなかなか起きないので、まあ運が良ければあるけども、まあなんでこのガンダゴーザっていうカードがちょっとね、ナーフというか、まあ下方修正されなかったかっていうのはちょっと謎なんやけども、やっぱりこのガンダゴーザっていうカードインチキやね。ただこれ次のターン相手がこれ防ぐ手段としては、あのフォロワーを出さないっていう手があるんやけど、フォロワー出しちゃう。お前、フォロワー出したら負けるだろ？うん。我が手のひらよ。そう。まあ、だから、このドタゴン使うメリットは、やっぱりその、まあ、大きな力で敵を倒したいという時に、すごい、やっぱ、面白い構築なのかなと。さあ、10点ダメージを受けてもらおうか。わしのよだれを食べろ。